関羽殿が繁盛を水攻めにし制圧したとのことです。関羽殿はもちろんそのご子息も活躍されたとか。おお、さすがは鬱長だな。子供たちもたくましく成長しているようで何よりだ。ホセ、この国の未来は明るいな。それはおめでとうございます。ホセ、日に日に顔色が悪くなっているぞ。無理せず休んでくれ。諸葛亮殿、劉備殿と二人で話がしたいんですが、少し席を外してもらえませんか。劉備殿、あまり人前で休め休め言わないでください。病人扱いなんて無駄な同情と嘲笑を買うだけですから。それはお前の身を案じてのこと。お前にもしものことがあっては困るのだ。死は誰にでも訪れます。そんなことよりも国のことを案じてください。関羽殿が繁盛にいる。もし呉が慶州より関羽殿を取るならば、この機を逃しませんよ。ホセ、やはりそなたは呉が我らを裏切り義と組んで雲長を討つと申すか。曹操が漢中に出張ってきた。これは明確に奴らの間に何らかの約定があったことを示します。呉が唱えるのは天下二分。もともと蜀はいずれ倒すべき敵なんです。俺ならば関羽殿を先に討ちますね。なんと。では急ぎ雲長に援軍を出さねば。それこそ義の思うツボですよ。益州が手薄になれば才は投げられたんです。あとはもう芽が出るまで誰にも止められません。そんな、雲長。劉備殿、一つだけ言っておきますよ。もし関羽殿が撃たれても復讐なんて真似はやめることです。俺のような悪党がいればいいですが、あなたではお人よしすぎる。ホセ、ホセ。
感謝します。どうぞ。最近は日差しが暖かいな。はい。すごいぞ。ありがとうございます。はっ。やっ。せっ。ありがとうございます。この勝利、皆のおかげだな。お気をつけて。ほう、運長、運長、なぜ私と欲得を残して行ってしまったのだ。申し訳ありません。私たちの力が足りないばかりに。いえ、劉備殿、攻めを追うべきは私です。呉が関羽殿を狙う可能性はありました。もっと兵を送り警戒していれば。雲長の死はここにいる誰の責によるものではない。全てはこの裏切りが元凶。恨み憎むべきは孫権だ。兄者、何がどうなってやがる。なんで孫権の野郎が裏切ったんだ。俺たちは誓ったじゃねえか。生まれた時は違えど、同年同月同日に死のうってよ。関羽殿だけじゃない、関平殿も周宗殿も陣の世を見たかったはずです。漢中落とし、もうすぐ魏を倒せると思っていたのに。皆、どうか今日は雲長、関平、周宗、そして繁盛に散った兵たちのために喪に服してくれ。彼らは陣の世のため戦い散っていった。その志は我らが受け継ぐのだ。宝瀬は言った。私には復讐などできぬと。だが私は聖人君子ではない。弟を裏切りで失い、なおおとなしくなどしていられぬ。孫権、この恨み必ず晴らしてくれよ。
軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。城内では呉へ攻め込むべしという声が高まっております。兵たちだけでなく益州の民も関羽殿の敵を討つべきだと。劉備殿、怒りに任せ、呉を攻めるのは得策ではありません。呉との関係を修復させ、天下三分の大元へ回帰すべきです。確かに君主としての私はそうあるべきであろう。しかし兄としての私は。兄じゃ、何ぼさっとしてるんだ。戦だ、この連中一人残らずぶっ潰してやら。張飛殿、お気持ちはわかります。しかしおめえに何がわかる。俺たちはな、三人同じ日に死のうと誓ったんだ。同じ夢を見て戦ってきた兄弟が汚ねえ裏切りで死んだ。じっとしていられるわけがねえだろう。張飛殿、落ち着いてください。今呉と戦っては劉備殿の天下が危うくなります。それは関羽殿も本意ではないはず。本意だ？そんなの呉を打ちてえに決まってんだろう。あいつらは兄者の志を踏みにじったんだ。そんなやつ兄者の天下に必要ねえ。そうだろう兄者。私はこれまで目の前の人々を救いたいという一心で戦ってきた。だが一方で私のために多くの者が目の前で死んでいった。雲長は最後まで我ら兄弟の志を追って死んでいったであろう。私はその志を叶えねばならぬ。諸葛亮、張雲、急ぎ戦支度をせよ。呉は我らと同じ志を持たぬ存在だと分かった。ならば私はそれを討つ。私のために死んでいった者たちのためにも撃たねばならんのだ。劉備殿、それは。二度と同じことを言わせるな。急ぎ戦支度をせよ。我らは孫呉を討ち果たす。劉備殿はここまで志に突き動かされてきた方。我らがどんなに言葉を尽くし理を説いても止めることはできませんね。ですが宝瀬、あなたという劇薬であれば劉備殿を止めることもできたかもしれない。諸葛亮殿。おい、誰か来い。はっ。呉の奴らをぶっ潰しに行く。明朝出陣だ。全軍に支度を急がせろ。遅れた奴は片っ端から叩きのめす。明朝ですか。もう少し期限をいただくわけには。ダメだ。これは兄者の弔い合戦なんだ。
俺が一番乗りしなきゃなんねえ。そんな。俺はこれから出陣前の宴会に行ってくる。宴会が終わる前に準備を終えろ。さもなくばおめえも叩きのめすぞ。明日から兄者の弔い合戦だ。しっかり英気養っとけよ。ん？水差すんじゃねえよ。おい、誰の差し金だ。なんとか言ったらどうだ。こっちもかよ。兄者、玉徳が死んだ。なぜだ。なぜ私一人置いて皆先に行ってしまうのだ。親父が無理難題をふっかけて、それに怯えた兵士がやったとか。そりゃ確かに親父も悪いけど、許せないのはそいつらが5に逃げたってことです。ひょっとすると親父が殺された裏には5の策があるのかも。だとすれば、父上や兄上と同じ張飛殿を死に追いやったのは5の裏切りということになります。卑劣な5を許してはおけません。関羽殿も張飛殿も良い武者だった。そんな若者の未来を奪い寄って、わしが5に引導を渡してくれる。みんなよくぞ言ってくれた。雲長と翼徳のためにもこの戦負けるわけにはいかぬ。私も死ぬ気で戦おう。皆の力で呉を打ち果たすのだ。雲長、翼徳、の無念を晴らそう。医療へ進軍し、孫権をこの手で撃つ。馬がご医療で、またお待ちしてます。味方の退路、決し
して五軍には渡さぬ。五の方向をしのぐことができたな。兵器も無事だ。この勢いで敵を撃退する。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将討ち取ったり。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。よし、五軍を撃退できたな。士気を守り抜けてよかった。これで退路の心配はいらないな。皆も安心して戦えるだろう。この勝利、皆のおかげだな。見事な戦ぶり、感服いたしました。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この拠点は医療攻略への足場となる。必ずや確保せよ。ここを抜かれれば医療はすぐそこ。絶対に諸君の奴らを突破させるな。諸の軍勢を撃退するぞ。弓戦車始め。我が大使、果たして見せる。これが憎しみに駆られた諸の力か。しのぎきれん、撤退する。これで医療攻略の足場を確保できたな。戦線は伸びてしまう。大丈夫だ。諸君の勢いは恐ろしいほどだ。悲しみはあの男を修羅に変えたのか。この勝利、皆のおかげだな。どいてくれ。お見事な武勇、恐れ入りました。己、これで勝ったと思うなよ。討ち取ったり。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。この先に五軍の兵糧庫があるようじゃ。こちら先行隊で急ぎ制圧しようぞ。諸軍が来ただと。進軍路を塞げ。絶対に先へ行かせるな。よっこの邪魔しよって。我が大将、奴を倒さん限り進めそうにない。邪魔者が消えたよ。余裕入れて進軍再開とは行こうかな。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。気を切らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。すごい勢いで攻めてきたな。けど、ボロクは渡さないぞ。このままじゃまずいな。そろそろ伏兵部隊を出すか。果たしてみせる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。ヨロコを奪われた。これでますます影が薄くなるな。待って、ヨロコを制圧できたわい。だかにや手強い勝負じゃったの。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この勝利皆のおかげだな。さても豪快な戦ぶりよ。誰にも阻ませぬ。一気にやっちゃってよくない。敵に攻め込んで。ショックの奴らのお出ましか。もう抜かせると思うなよ。果たしてみせる。相手が引くしかねえ。この勝利皆のおかげだな。やっぱあいつ強い。すごいんですけど。
俺はシャマカってんだ。俺たちも長年、ただし弱いやつと組む。この辺はお、この辺は、ほう、こうにに、私は五系の民の王の望む品を、あ、本当に五と敵対し、いつの間に兵糧庫、諸軍がついに医療までたどり着いた。兵器を稼働させろ。命は必ず守る。京南の支配者、五系の民水産、諸君と協力し尊敬を受かん。ヤンポーの移民と五軒のための精鋭部隊、諸君がいつの間に協力関係を結んだのか。置いてくれ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。倒れては孫悟を守れん。我が大将、この落とし前は大勢を立て直してからだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。諸軍が戦線を押し上げてきたか。指揮から援軍を呼び、攻撃を仕掛けるぞ。諸軍に制圧されました。我が大将、攻撃を遂行できません。果たしてみせる。すでに手を打たれていたか。
敵上に駆られるばかりの軍ではないようだな。策の練り直しだ。敵将撃ち取ったり。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶりや。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。撃ち取ったり。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。劇場に支配され気づけなかったようだな。劉備よ、お前はすでに我らの術中だ。何、どういうことだ。火は熟しました。主膳殿。やあ、行くぞ。今だろ。紅蓮の炎よ。総合の未来を照らせ。というのか。みな、すまぬことをした。陣の敵と理屈をつけたものの、私がしていたことは弟の仇討ちに過ぎぬ。支援で戦いを起こした結果がこの始末だ。いいえ、この結果は劉備殿のせいではありません。私たちが未熟で敵の策を読み切れなかったのが敗因です。そうです、こちらの先陣が長く伸びすぎたのを狙われました。大軍であるがゆえの隙を突かれ、どうすることもできなかった。あっという間に私たちの陣が燃えてしまいました。あれだけ火の回りが早いとどうすることもできなかった。みんな顔を上げるんだ。今は落ち込んでる場合じゃないだろう。なんとかしてこの窮地を脱することを考えねえと。ああ、そうだな。同盟を裏切られ兄弟を失い、自ら軍を率いて大敗を喫する。私の名数はもう長くないのやもしれんな。劉備殿、劉備殿、ここは撤退を。父上、兄上、張飛殿、皆もういません。ですが
あなたまで失うわけには。俺たちが背中を守ります。どうか逃げてください。私たちは父上や兄上を守ることはできませんでした。でも劉備殿は守ってみせます。私もう大切な人を失いたくはありません。みんなで一緒に駅中へ帰りましょう。兄弟を亡くしたが、その子たちに支えてもらえるとは、私は本当に幸せだ。皆感謝する。皆の思い無駄にはせぬ。必ず生きて駅州へ戻ろう。白帝城まで撤退する。皆必ず生きて駅州へ戻るのだ。も申し上げます。リクソンが白帝城への道を塞いでいる模様。五軍め、すでに手を回していたか。皆進め。リクソンを撃ち退路を開くのだ。敵の伝軍は趙序文卿が相手だ。その意地自分に見せてみろ。皆が撤退するまで敵を食い止めねば。趙紫龍、いざ参る。我が大帥、果たして見せる。五軍の追撃を阻めたか。だが安堵している場合ではない。やかぬ勝利を手にするまでは。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。他を寄せつけない。お見事です。勇気だな。なんと鮮やかな戦ぶり。安全のため士気も抑えたいが、正面から攻めれば兵器の餌食になるな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。守りは我らが受けぬ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
まだこれほどの力が残っていたか。全部は役に立てぬとは無念。敵のいた心をついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よかった、追撃を振り切ったみたい。きっとみんなで職に帰れるよね。早く白帝城へ向かわないと。四季を通っていきましょう。四季は側軍の撤退を阻むよう絶対に守り抜かなくては。お前したらみんなに睨まれるよな。そんな目立ち方はごめんだな。まだ諦めないの？困った人たちに兵器で阻めば分かってもらえるかしら。我が大使この勝利あなたのおかげだな。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。この勝利、皆のおかげだな。こんなにすごい人、初めて見ましたよ。俺のことは、一旦忘れてくれ。敵将、討ち取ったり。にばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。敵の進路を妨害したいところですね。指揮に援軍を要請してください。
が四季を制圧、援軍は望めません。この状況で何億何百倍、さすがは諸葛亮先生ですね。待たせたな、リクソン。さあ一緒に諸軍を追い込もう。烈火のごとき進軍、さすがですね。孫悟の未来、共に切り開きましょう。どいてくれ。赤兵八陣にて五軍を足止めします。劉備どもはその間に撤退してください。諸葛亮、すまぬ。どうか無事でいてくれ。主義法がお前を灰にしてやる。怒りに任せて医療へ進軍した。その時点であなたの命運は尽きていたのです。果たしてみせる。前進あるのみ。引かぬ。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防げたか。白帝城を急ぎ撤退しよう。敵将討ち取ったり。見事な戦ぶり、感服いたしました。劉備は皆に支えられながら生き延びた。だがこの一戦で蜀は多くの兵と有能な将を失う。劉備は呆然として白帝城の玉座に座っていた。彼の兄弟はもういない。そして彼の望んだものもそこにはない。神君と称された英雄の志が今消えようとしていた。
そうだな。私にはまだやることがあった。運長、よくとく。もう少し、もう少しだけ待っていてくれ。みんな、聞いてくれ。今こそ語っておきたい。そなたらの父が、私たちが夢見た時代の話を。